どうもギズモードジャパンのリチャードです。今日はスパコン K ですね。2012年9月から神戸で動いていた日本屈指のスパコン K が8月30日にとうとうシャットダウンしました。で今回はお疲れ様ということで臨時解説をお届けします。まずスパコンとは何かとか K のスペックで K がそのスペックで成し遂げたこと、あと1位を目指すべきなのかっていうところを解説していきたいと思います。じゃあ行きましょう。スパコンっていうのはスーパーコンピューターの略で、通常のコンピューターだと何万年もかかっちゃうような大規模な演算を短時間で成し遂げるためのシステムのことなんですね。だから大規模演算がすごい得意なシステムで、 K のスペックはだいたい普通のコンピューターの 2-30万倍ぐらいの計算能力があるんですよ。スパコン K 作ってるのが富士通なんですけど、富士通のサイトによりますと、全人口の70億人が電卓を持って集まって、全員が24時間不眠不休で1秒間に1回のペースで計算続けて、17日間かかる計算を K は1秒でやっと抜けるんですよ。めちゃくちゃすごい早い。 K がシャットダウンした理由なんですけど、だいたい2012年から7年ぐらい経っていて、最先端じゃなくなっちゃったんですね。今はもうその20倍のスペックのスパコンとかアメリカにあって、このまま稼働し続けてもあんまり得しないっていうことで、次世代のスパコン富岳を作ることにしたんです。例えば、運営費がかかるじゃないですか。でそこにお金かけるより新しいものを開発した方がいいっていうことだと思います。 K はこの膨大なスペックで何を成し遂げたかっていうと、大体僕の中で4つにざっくり分けていて、4つにって言いました。僕の中で大体4つにざっくりカテゴリー分けしてまして、まず1つ目がいい製品が日本で作れたっていうこと。シミュレーションができるので、例えば試作品をたくさん作らなきゃいけない産業ってあるんですよ。車、トヨタだとか、車は安全性能が必要なので、ぶつかった時に衝撃が乗客に伝わるかっていうのを、実際に車を作ってぶつけるか、それともスパコンの中でシミュレーションでやるかっていうところで結構差が出てくるんですね。シミュレーションだったらいろんなパターンを作って全部試して一番いいのを選べるんですけど、試作品ってなると作るのお金かかるんで、時間とお金がかかっちゃうところをスパコンはシミュレーションで補ってくれる。だからいい製品がより安く提供できるというところです。産業で役立ちました。治せる病気が増えましたね。全原子ウイルスシミュレーションって言って、ウイルスってすごいちっちゃいじゃないですか。でもウイルスも分子とか原子とかでできてるんですね。それを原子レベルでシミュレーションして、ウイルスの仕組みだとかを解明するプロジェクトとか、要はウイルスだとか心臓だとか、そういう疾患を引き起こすものの原因を知ることに役立った。治療の選択肢が増えるっていうのはすごいいいことなんですよ。これまでの治療が効かなかった患者さんに聞いたりとか、どちらとも使えるっていう患者さんは選択肢があるので、安い方を選べるっていう。であとこういう原子レベルのシミュレーションって創薬にも使われていて、新しい薬をシミュレーションで作り上げることができるんですよ。そういう技術って薬だけじゃなくて、いろんな素材作りにも役立てることができるし、素材の解析にも使えることができるので、結構裾野が広い技術なんですね。天気予報、これ一番身近だと思います。3つ目、天気予報がより正確になった。全球シミュレーションって言って、地球全体の雲をシミュレーションすることによって、日本の天気予報の精度が上がるっていう、日本近海だけじゃなくて地球全体を知ることによって日本の天気をよく知ることができるっていうことなんですけど、その結果、これどこまで本当か分かんないんですけど、2週間先発生する台風が予想できるようになったとかなんだとかっていう、そんな天候モデルも作ったらしいです。であとこれ一番ざっくりなやつなんですけど、未来が明るくなった。都市震災シミュレーションっていうのが行われて、例えば都心、東京直下型地震でどういう影響が出て、どういう被害が出るかっていうのをシミュレーションでやったので、それで防災マップに役立ったりとか、あと超新星爆発、もうちょっと何言ってるか分かんないですけど、星あるじゃないですか、ガスの塊で核融合が起きてるやつ、あれが死ぬ瞬間って爆発するんですね。でその爆発した時に高エネルギー電子っていうのが出てくるらしいんですけど、その高エネルギーの電子が出てくるメカニズムをシミュレーションで再現したっていう。なので何かに役立つんだと思います。多分レーザーみたいなやつですね。レーザーも開発された当初は問題を探している解決策だみたいな、何かしらの解決に役立つんだけど、何に役立つかまだ分かんないっていう段階のもの。高エネルギー電子を発生させるメカニズムも多分何かに将来役立つんですよ。あとはダークマター関連のシミュレーションもやってて、要は物理の極限の状態をシミュレーションしていて、宇宙のルールがちょっと分かった、物理の法則が分かればその計算式で何かを釣ることができるので、より良いガジェットが生まれるかもしれないですね。
ということで、スパコンっていうのはすごいお金かかるんですけど、こういうふうにいろんなことに使える万能ツールなんですね、現代社会の。なのでスパコンがあった方が日本でイノベーションが起きやすいっていうのと、あと少子高齢化の日本にとって技術で生産性上げたいじゃないですか、自動化だとかしてっていう時にスパコンはすごい役立つもので、かつ今1位を目指さないで遅れを取ってしまうと、その遅れはどん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 後に響いてくるので、やっぱり1位は取ってほしいということで、今 K の200倍の性能のサミットっていうスパコンがアメリカにあるんですけど、今度日本は K の100倍の性能の富岳っていうスパコンを今作ってるので、そちらに期待を寄せながら日本の明るい未来に向けてみんな頑張っていきましょう。ちょっと何言ってるか分かんないですね。はい、スパコン K とりあえずお疲れ様でした。富岳期待しております。じゃあまたね、お疲れ様。うわ、途中でこれ汚くなってたんだ。はい、じゃあちょっと次のここ会議室予定があるっぽいんで、お疲れ様です。社長が来る。